皆さんこんにちは、アイロンです。今回もヤシの配送サイレン遊んでいきましょう。今回はプレイヤーキャラクターが牧野さんにチェンジ。ヤオさん、みんなどこに。これは終了条件、カルワリへの道へ到達。で、プレイヤーが変わって牧野さん、戻るわけにはいかない。カルワリの方向へ向かいましょうと。で、このゲームまずですね、やるべきは、マップの確認っていうのと、あと死人の位置確認ですね。何人がどこでどういった動きをしているのかっていうところをチェックしていきたい。で、幸いこの人も原子を使えるので原子を使っていきましょう。上に2人いるね。結構いるな。正面というか、あと草刈りをしている人もいる。ただ位置がわからない。中央の太い通路ですね、あそこを死人が徘徊している。で、ここは橋が落ちてるところか。さっきマップでありましたね。おい、銃持ってる。敵からおそらく銃をもぎ取ったりっていうことはできないと思うんで、まあ注意していきましょう。でね、この牧野さんね、武器がないんだよね。あと懐中電灯も持ってないですね。もう足で稼ぐしかない。これ待って、登るしかなくない？そもそも今ですね、ここですよね。このここでしょ。これ登るしかなくない？どう行くかっていう作戦を立てないといけない。さっきここにいましたし、多分ね、ここをこう通っていくんじゃないかな。この大通りをね、そのまま行くっていうのは無理があるでしょう。とりあえずは、まあ、作戦的に、こう行って、こう行って、こう行ってみるっていう方法で行こうか。まずは、じゃあとりあえず登りましょうかね。ナイフ持ってて、トンカチ持ってて、やっぱメインストリートは人気ですね、この田舎村でも。とりあえずみんなメインストリートに行こうぜみたいな。こいつどこにいるんだろう。ちょっと高いところにいるんだけど、プレイヤーとのその、なんていうの、相対的な位置がわからない。ずっとここ見てるんで。まあただずっと見てるっていうのは、それはそれで助かるんだけどね。ここ多いな。しかし出る、あ、びっくりした。ちょっとおびき寄せるか。このね、なんか牧師さんも銃を持ってればいいんだけどね。銃を持とうよ。武装しようよ。まずいな。こいつ、どこまで追ってくんだろう。まずそこでしょ、多分。追ってくんのかな、あいつ。ちょっと見てみようか。見失ったくさいな。よしよし、うまいぞ。今のだいぶうまい。うまいってのは美味しいって意味ですね。自分のプレイがうまいとかそういうわけではない。ここは、あ、こう入れるんだ。いそうなんだよね。
本が置いてあるけど、どれがその回収可能な本なのかっていうのはわからない。古い日付の新聞が置かれている。自分もね、実は前に廃村に写真をですね、カメラを持って、あ、これアーカイブなんだ、行ったことがあるんですけど、40年ぐらい前のね、カレンダーとか新聞がね、置いてありましたね。やっぱりこっちは開かないのか。ということは完全にもうアーカイブだけの存在。見ていこうね。どれでしょう。どれだよ、これかな。羽生田村役場法、昭和51年7月発行、土地の区画整理のお知らせ。これ荒戸っていう風に読むのかな。荒戸地区並びに、これなんて読むんだろう。後でちょっと振り仮名を字幕で出しておきますけども、なんだろう、原宿、原宿、原宿地区にて、において昭和53年8月から土手の区画整理事業に着手いたします。区画整理に伴う地名変更、大技新戸と原宿、原宿、まあだからこの昭和51年の段階では一応ここはね、ちゃんとした村として機能していたっていうことですよね。牧野さん27歳男性。ちょっと原始していこうね。大丈夫臭いかな。まあ多分大丈夫ということにしましょう。あ、でこれあれか、あのなんだっけ、須田くんか。須田くんも確かここ来なかったっけ。ここにすごい見覚えがあるんですけど、ここね、このこいつはあかんな。後ろから首を絞め殺せればいいんだけど、そんなことはこいつにはできない。今どこでしょう。今ね、多分ね、ここら辺だと思うんですよね。ここだと思うんだよね、多分。ここですね。この角か。となったら、こう抜けて、こう行けば OK じゃない。ん？気のせいか。問題は、こっからですね。こっからだね。ちょっと隠れて、変にダッシュしたりすると絶対危ないからね。チャカを持ってる人が一人。これは大丈夫そうだな。あー、でもここに一人いるのか。いや、あれ待って、これどこだ。あれ今のどこ。多分あっちがですね、位置的に。じゃあここダッシュで通り抜ける。さよなら。ん？今、はしごがあったんだよな。怖い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 。こっちか。こっちですね。で、抜けて、こっち。よし。これで。これでもクリアでいいでしょ。で、ここでね、なんか来そうで怖いんだよな。ちょっと見ていきましょうか。さらに原始。もういないかな、これ。もういない臭いですね。じゃあ行っていいか。よし、これでクリア。終了条件達成。でですね、これ終了条件っていうのがちょっとだけあの攻略サイトを見たらいくつかあるんですね。終了条件1とか2っていう風にあって、でメインでない攻略条件の方っていうのはもう攻略サイトとか攻略本見ないと、1周目からもう絶対にわからないという作りになってるんで、その旨はご了承いただけると嬉しいです。
さらにプレイヤーチェンジ、上白都。大丈夫？あのさ、なんかここめちゃくちゃヤバい状態みたいだし、とりあえず教会に一緒に行こう。その犬はもう死んでるっぽいし。ごめんごめん、とにかくね。生きていたワンちゃんは死んでしまった。さらにまた須田くんにプレイヤーチェンジ。大丈夫？もっとゆっくり歩いてよ。見えないじゃない。どういうこと？ケルブじゃないとやっぱりダメ。あれ、もしかして目が？ミヤコ、まだお前の役目は終わってないだろ。お前がいなければ続きを始められない。あっち側に行くのも時間の問題か。あっち側？妹が世話になったみたいだな。とりあえず礼を言うよ。妹？おい、早く連れてけ。カジロジュンの戸籍標本がアーカイブに追加。さあでですね、今回も時間の切りがちょうどいいので一旦ここで終わりにするんですけども、次回の目標が武器になるものを探すということですね。でアーカイブ、カジロのお兄さんの戸籍標本。羽生田村役場発行で、お父さんが清太郎、お母さんがさや子、長女が綾子で、容姿がカジロジュンですね。上白って書いてカジロ。ただですね、ここで気になるのがこの同行者の女の子の名前が載っていないっていうのが気になるな。単純に生まれる前だったのか、もしくは何かしらの理由があるのか。はい、ではね、とりあえず今回はここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回、癒しの配送サイレンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。